互助会的コミュニティアプリ、中村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。弊社は互助という家族コミュニティのオンライン共同財布アプリ互助を提供しております。で、互助とは何かという話なんですけども、一言で言いますと家族やカップル、サークルなどで財布を共有できるサービスになります。で、具体的にはですね、コミュニティを作れるんですけども、その時にみんなで使える財布がついてくるんですね。で、そこに対してみんなでお金を貯め合って、で、そこのプール金に対してどういったことに使いたいかっていうのを発案して、審査のもと給付金が出されるという仕組みを提供しております。で、実際アプリケーションをご覧ください。右上に審議作成ボタンがあるんですけど、そこからコミュニティを作っていくことができまして、必要なのは名前とですね、カバー写真、あと細かいパラメータとしまして、タグの設定とか、あと公開非公開の設定とか、そういったものを設定します。で、申請して、承認されますと、このような画面に入っていくことができまして、全体を見ますとタイムラインがベースになっているので SNS がベースになっています。ただ普通の SNS と違ってですね、お金の要素があると、今12万3千円ここに貯まっていってます。で、そこの貯まっているお金に対してですね、どういったことに使いたいかと、例えばこれはねぶた祭り青年会なので新しいお祭りアイテムを作りたいとか書いてですね、5000円欲しいと書きますと。で、それ書きますとコミュニティメンバーに通知が行ってですね、こういった申請が来てますよと。で、それでみんなでどうしますかという判定をしていくと。で、過半数の方がいいよといった場合には、その活動費用として5000円が給付されまして、で、一方でですね、見送った方が多かった場合には見送られると、そういった、機能が提供されています。で、僕たちは今年の6月にですね、リリースしまして、今だいたい300個ほどのコミュニティができている状況です。で、流通金額もですね、最近1800万円まで超えているという状況です。ここら辺は全部オーガニックでやっております。で、市場規模としてはですね、僕たちがターゲットにしているコミュニティグループっていうのは任意団体って言うんですけども、だいたい1兆円あると。で、それに付随する資産運用とかですね、少額短期保険とか含めるともろもろ18兆円ぐらいいくと考えております。で、僕たちがどうやって稼ぐんだって話なんですけども、1つ目が出金手数料、2つ目が OEM 提供料、3つ目が広告とデータビジネスがあります。出金手数料に関しては組織規模に応じてですね、何パーセントか出金手数料を取りますよと。で、 OEM に関してはですね、僕たちのシステムを使って共同財布を使いたいっていう自治体さんとか企業さんがいらっしゃいますので、そこに対してソフトウェアを提供していく費用をいただこうかなと思ってます。あと広告は普通に広告をやっていこうと考えてます。で、これがですね、互助の全体図になるんですけども、僕たちの強みとしてはですね、この共同お金管理のところ、ビジネスの特許申請を今しています。で、早ければ来年の頭には特許取れますので、これが取れた後にマーケティングを本格にやっていこうと考えている次第です。で、チームメンバーはですね、エンジニアとかビジネスサイドの出身の方々とか、あと法律の弁護士の方も2人つけてやっております。以上、オンライン共同財布サービス互助でコミュニティベースの新しい金融仕組みを作っていっている会社であります。ご清聴ありがとうございました。はい、中村さんありがとうございました。ではここから質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方は、はい、どうぞ。西条と申します。はい、プレゼンありがとうございました。今ジャンルが300ぐらいっていう、コミュニティが300ぐらいっていうことだったんですけど、はい、一番目的として多いのが何かっていうところと、あとどれぐらいの金額感のコミュニティになるかっていうところと、あとアドバイザーでイエリさん入ってましたけど、はい、一部そのクラウドファンディングとか、はい、代替するこう手段のサービスもあると思うんですけど、その辺 その住み分けというか、どういうふうにお考えになってますか。そうですね、いろんなコミュニティがあるんですけど、一番大きいのは家族が使っているケースが多くて、子どもたちでバラバラに住んでいて、毎月5万円とか積み立てていって、でお父さんお母さんの開業費用を折半したりとか、みんなで使う旅行代金を精算したりとか、そういったところが結構お金が流れているのが多いと。で、クラウドファンディングとの違いを考えると、その資金調達を目的にしているか、複数人でお金を集めて使うかっていう、生活に向いているか資金調達に向いているかって目的がそもそも違ったりするんですね。みんなでお金を貯めるというのは同じなんですけども、なので目的がそもそも違うというところがあるかと思ってますね。ありがとうございました。はい、他に質問ある方いらっしゃいますか。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、今現状でいくと、さっきのちょっと西条さんの質問と被るんですけど、使われ方として、はい、一つのコミュニティあたりにどれぐらいの金額がプールされてるっていうのが一般的だと思えばいいか、 あるいは1回の引き出しがどれぐらいの引き出しの金額が多いイメージなのかなと捉えればいいかって、どんな感じで今使われてますか。これがまたですね、何パターンかあって、家族とかその小さいコミュニティだと
結構でかいんですよ。1回家賃とかだと7万円とか5人で住めたりするんで、まあ、数十万円から50万円とかが結構引き出しされたりするんですね。一方でサークル活動の延長、例えばその古民家再生しますよとか銭湯を復興させますよとか、そういったところだと大体月会費で2000円とか4000円とかあったりするんで、額としては小さかったりするんですね。人数は多いですけども何パターンかありますね。まあ、普通に大きい会社のなんか 昼ご飯のためのお金プールだとか、 なんか はいはい、卵屋の弁当頼むのに毎月出勤するみたいな、そういうところに使うのかなみたいなイメージがあったりするんですけど、それも考えていて、法人営業もやっていこうかなと思ってますね。はい、法人さんにうちのサービス使うんだったらこうやって職場のみんなでお金プールしておくと便利ですよみたいなソリューションとして、はい、まあ、OEM っぽく使ってもらうみたいなこともあり得るっていう感じですかね。考えてますね。はい、なるほど。ただ、マネタイズのところでいくと、あんまり小口で使われても会社に1円も入らないというモデルなのかなという気がしてるんですけど、そこら辺の料金プランって今やってみてどうですか、手応え的に。ですね、その法人のところだと 1%、2% ぐらいだったらいいよって言われてます。やっぱり本業とは違うところで時間費やしてるんで、まあ、そこの人件費のことを考えると若干手数料払ってもいいよって言ってるんですけども、さっき僕が言ったような 3% か 5% はちょっと高いって言われてるので、そこの調整が今後課題になってくるかなと思って検証していってるところでありますね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、中村さんありがとうございました。ありがとうございました。